遠路はるばるようこそミールタースへ。アースワルド帝国の名において皆様の来訪を歓迎いたし、いたし、ま、え？この度はお招きいただきありがとうございます。フラーニャ・エルカ・アルバレスト、兄ウェインに代わってロエルミナ王女殿下にご挨拶しに参りました。え？心配だ！フラーニャは大丈夫か？ニニムとナナキがいるし万が一もないだろうが、まさかフラーニャがあんなことを。この度大陸中央の都市ミールタースとアースワルド帝国の融和を記念する式典が開かれることとなった。そして我がナトラも招待されている。この式典には帝国の王子たちが一堂に会し、公使会談が並行して行われる。俺が出向くのが礼儀だろうが、いかんせん我が国は戦後処理に追われている真っ只中だ。招待に応じるべきか皆の意見を聞きたい。式典には各地の有力者も列席します。出席しなければ同盟関係にひびが入りかねません。しかし戦後処理も途中の今、殿下が国元を離れることは大きな危険をはらむかと。これなら行かない方向でまとめられそうだな。招待に応じればロアがあの手この手で俺を派閥に取り込もうとするだろうし、そんな面倒絶対お断りだ。ふん、俺が出席しないと知って悔しがるロアの顔が目に浮かぶぜ。そうか、俺が出席しないのなら遊んでもらえるかもと思ってるんだな。安心しろフラーニャ、ちゃんと時間を作るからな。殿下不在の間は我らがお支えすればよいだけのこと、それとも K の首から上はお飾りですかな。何ですと。この機会を逃すわけにはいかぬのだ。同盟関係を強固にするためにも殿下には式典にご出席を。私が行きます。え、私がお兄様の代わりに式典に出席します。